どうでしょう、世界半分以上が独裁国家になってきてるわけですよ。あれってやっぱり非常に残念なことで、それはその、それをですね、なんていうかな、やっぱり民主主義を支持するのなら、そういう短絡的に独裁に持っていかないで、やっぱり民主主義の良さをちゃんと自分の国の国民や世界の人たちに対してちゃんと言うべき。今回の今やってるG7 あの中でも民主主義のそのありよう、正しさみたいなものをその確認し合いましょうっていうのが今回の G7 であれば、あ、僕はあれでいいんだと、その決してその独裁である方がね、小回りが利くからね、そのついそっちの方がいいように思ってしまう、それは絶対いいことだから、ね、より多くの人たちがその判断には参加する。で、面倒くさい、時間がかかる、それは時間がかかるんです。で、例えばそのね、僕は知的障害のある子どもたちともたくさん一緒に暮らしてきたからあるんだけど、大人になるとその彼らもその投票権があるわけですよね。で、彼らにこの制度の中で投票行動をやらせることってすごい難しいことでね、で彼らは非常にシンプルだから、最初に、まあ、こういう人がいるって言った時にそれをポッと入れようと、もうその名前になってしまうんですよね。だからそういう時には我々は彼らにどういう具合にこの今回の選挙っていうのを、ね、こう見せてあげるのかっていうことというか、それは福祉の世界にいる人間のそのプロとしての才能だから、逆には僕に悪意があったらちょっと金くれたやつがいてんですよ、入れてほしいって言って、分かった分かったって言って10票ぐらいやったらすぐ作れるわね。こういうことをやったらあかんわけよ、そのそういう世界にいるやつはそういう不正をやってはならないということなんだ。でもそういうことも含めて民主主義というのは時間がかかる。それから自分で判断ができない人に票を持たせることがどうかとかっていう人がいるんやけど、それも含めて民主主義なんです。だから僕なんか立派な人間やから10票ぐらいやりたいってみんなは思ってくれるかもわからんけど、それをしたらあかん、1票しかあかん、こういうことだよね。で、みんなそれぞれが1票でなくなる、ね、という、そういう面倒くさいものだし、そうだし、でも基本的にこういう社会は生きていくことが生きていくことが本当に辛いというか弱いというか、そういう人たちが安心できる社会をみんなで目指すから。で、命に対する線引きだけはどんなことがあってもしてはいけない。そのだから一番弱い人を守ってれば絶対自分は安全なんです。だから弱い立場の人があったんです。僕はね、重症心身障害施設を建て替えるということで抱きしめて琵琶湖っていうのは25万人の人に出てこいって言って、で1分間手をつなげる、つなぎ賃1000円出せで、それを元にして琵琶湖学園を再建するっていう、これ今から34年ぐらいかなやったんです。それは最終的には大成功させてもらったんですけどね、その時になんでこれをやるんだって。で、重症心身障害児っていうのは、これね、福祉法でも重症心身障害児括弧者福祉法って言うんですよ、うん、要は重症心身障害者福祉法って法律はないんです。なぜか児の段階で死んでしまうからです。20年生きていくことが非常に難しいんです。で、たまに行っても22、3で死ぬとかっていう、まあ、医学がまだ進歩してない時っていうのはそれぐらい、だから法律も社の法律がないって言われて、それぐらい生きていくことが大変な人たちを対象にした福祉法で、この子たちの命を守る。その時に世の中の人はみんなね、こんなにしてまでなんで生かすの、生きてる本人も苦しんでるやないか。確かにそうなんです。その自分で呼吸ができない子がいますからね。で、じゃあ機械で呼吸させられるかってできないんですよ。その機械だと一定になるから、その当時もだから一人看護師がついて、当時は看護婦と言ったんですけど、ついてその子に合わせて眠るときは呼吸を手伝わなかったんですよ。で、食事でもある子供は口に物を近づけてあげると舌が反対に巻いてしまう子がいるんです。
飲み込めないんですよ。鼻つまんで口開けた時にパッと入れるとかね。いやもうさ、もうテクニックの問題で、そんなことやってるから、そんなしてまでなんでこの子を生かしておく必要があるのかって、本人も苦しんでるような、どうやも見られへんから施設に預けてるじゃないかっていう話だったんですね。でそこで我々プロの集団はなぜこの子たちの命が大事なのかということを福祉から遠い人たちにちゃんと説明ができなかった。だってその子一人生かしていくためにいくらお金がかかってるか、当時で30年前で30数万かかったんですよ。人件費とかいろんなものがみんなやれて、一人でやると国家予算、すなわち皆さんの税金を 1ヶ月に30数万使わない。でそうやってでも生きてもらわなければいけない。それは理由は何なのか。でそれに対して福祉の世界の人間はちゃんと回答ができなかった。で僕はそれをちゃんと回答しない限りこんなもん福祉の世界なんか引っ張っていけない。で僕はその時に、まあ、最初はそれがちゃんと言えなかったんだけれど、その命というものが何なのかというと、やっぱりプロになるまでに当然結論として持っていなければならないものを持ってなかったんですね。それぐらい大変なんです。生きるってことが何なのか、命とは何か、そういうことをちゃんと明確にパッ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 と進めできるものがないまま、もうプロの世界に入る。だから大変なんです。でじゃあ他のやつが進めてきたからできないから、だから何をしたかというと、命をテーマにしたいろんなイベントをやったんです。これもこういうやり方も実はそれの原型なんです。で命とは何かと、でこれをもう当時はこんなバカみたいな話ではないな、これでももっと深刻やった。で命とは何かということをみんなが集まってきてやってて、命をテーマにして音楽を作ったりたら、そのコンサートを開いたり、命をテーマにして描いた絵があるって言ったら、その絵の展覧会をやったりして、やで呼ぶのはそういう福祉から遠いやつを呼ぶっていう僕のやり方で、近くにいるやつは分かったような気になりよるからな、そのなんかかわいそうとか気の毒で、そんな感じはどうでもいいんですよ。要は福祉みたいくたばらない重なやつを呼ばなきゃわけ。でそいつらと僕が議論をして、で最後に分かった、じゃあみんなで会おうっていうふうに持ってきたかったから、7年かかったんですよ、その抱きしめる量が。もう本当にすごかった。で、壮絶なことをやってる。で、まあ結論としては何かというと、もうこれは、もう今の人たちはみんなお分かりだと思うけれど、その、命の選別ということをやってしまうと、最後は自分自身がその選別の中に入らなければならない。それは時間の問題で入るんだよってこと。